毎朝3分でできる目をパッチリさせるむくみ解消マッサージを今日はご紹介していきます。非常にですね気持ちいいマッサージにもなっていまして、ただ目をパッチリさせるむくみを改善させるだけでなく、肌をシュッとね引き上げてリフトアップをさせたりだとか、あとは実際に頭痛だったりの不調も改善する効果がありますので、ぜひぜひ3分なのでね皆さん一緒にやってみてください。それでは始めます。では早速始めていきましょう。まずはですね、お顔のむくみを取るために大事な頭皮をほぐしていきます。指の腹で生え際からちょっとねこすって上に上げるような感じで、特に奥歯を噛んだ時に動くこめかみのあたりを、もしくはもう握り拳でね軽くほぐしてもらってもいいので、生え際こめかみのあたり30秒間ほぐしていきましょう。頭皮全体をね動かすように。結構顔のむくみを取りたい、あとはリフトアップしたい時に頭皮の硬さって結構関係してくるんですよ。なのでこの側頭筋と呼ばれるこめかみのあたりですね、頭が痛くなっちゃう方にもおすすめなので、ぐりぐりとほぐしていきましょう。はい、今度は自分の顎のこのエラの部分ですねに親指を引っ掛けるようにして軽く前に押し出していきます。指をぐーっと差し込んで前に押し出す。なんかこの顔の面をね首からちょっと剥がしてあげるようなイメージです。結構ね張ってて痛い方もいるかもしれないですね。この筋肉の凝りがほぐれるとすごくね首もすっきりしますし、目もパッチリと開いてきます。キュッと剥がしてね。はい、では今度はいよいよ目の周り入っていきましょう。親指と人差し指で眉毛の上下を挟むように触っていきます。眉尻の方に向かってね。これはもう優しくしてください。目の周りっていうのは特にね顔の中でも皮膚が薄い場所なので、こすらないように強くつかみすぎないように優しくつまんであげます。むにむに。はい、 OK です。今度は自分の鼻筋、眉毛と目の間のあたりですねを中央に向かってぐーっと押していきます。で、目の周りに骨があって、そこにね円状の眼輪筋っていう筋肉がついてるんですけど、その内側の上のあたりを押してます。ぐーっとね圧をかけて、ちょっと指の位置動かしてもらってもいいです。これね、終わった後すごく目すっきりしますからね。はい、一回目開けてみましょう。なんかすごい明るくなった感じしませんか？ね、最後はこの眼輪筋をトレーニングしていきますので、一度眉毛と目の下を思いっきり開けてみてください。この開けた状態を動かさないようにゆっくり目を閉じます。面白い顔になるんですけど、みんなで頑張ってやっていきましょう。眉毛上、目の下は下、そのまま閉じます。一緒にね眉毛の筋肉を使わないように、まぶたの筋肉だけでゆっくり目を閉じる。コンタクト動いちゃった。少しです。はい、 OK です。本日は以上になります。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様
様でした。いかがですか？目がパッチリしてる感覚だとか、顔がスッキリした、もしくは首がスッキリ長くなった、鎖骨が出たとか、そういった感覚はございますでしょうか？朝のねメイク前だったりとか、寝起きのちょっともう目が開かない、眠いなっていう時にぜひお試しいただけるといいなと思います。今日の動画参考になったよと言ってくださる方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。そしていつもね皆さんのコメントを嬉しく読ませていただいているので、今日もぜひぜひたくさんのコメントをよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。ありがとうございます。